はい、どうも皆さん、こんにちは。カモンスケです。ですね、ちょっと、最近というか購入してですね、ずーっと、気にはなっていったんですけど、ちょっと見てもらっていいですかね。これが、山陽大桑クラブの福袋できたウエストウッディ SSP ですね。問題のやつがこれなんですけど、見てもらったらわかるんですけどね、ここに、いるんですね。で、買ってからですね、一度もですね、この禁止の方に食い込んでくれなくてですね、ここにZ マットをちょっと入れてるんですけど、最後、大倉クラブさんから送られてきたのですね、入ったんですけど、そこのゾーンにしかいないんですよね。で、ちょっと気になってですね、山陽大倉クラブさんの方に相談をしたらですね、向こうの方でもやっぱ同じような感じでですね、こう、FE 禁止の方に食い込んでくれないってことで、やっぱりこう、自分も薄々感じてはいたんですけど、FE 禁止に合わないんじゃないかという話になりまして、でも、これがちょっとあまりにも貴重すぎるのでですね、ちょっとしなれても困るので、もう安全なマットシグに切り替えたいと思います。でですね、使うマットはこちら。自分も初めて使いますけど、Z マットですね。なんか、アンテの方には非常にいい、非常に成績を残すマットらしいですね。で、なんか結構、ウッディで有名な福田さんですか？あの方もこう、洋館近いやつはですね、これを Z マットを使うっていう話なんで、ちょっとこれをですね、800の、もうメスって確定してるので、800の瓶に入れてですね、ちょっとやってみたいと思います。はい、それではですね、瓶の準備ができましたので、早速投入したいと思いますね。一応、瓶はですね、もう8割方、もうカチカチに詰めて、で、残りの2割、もう2割つもこんぐらいですね。ふわふわに詰めてあって、ちょっと穴を開けてやってるっていう状況ですね。じゃあ、早速移したいと思います。今日せっかくなので、ちょっと体重まで測ってみようかと思うんですけど。2グラムですね。もう非常にちょっと不安なぐらい軽いですね。不自然。やっぱり、FE 禁止は合ってないんでしょうね。やっぱり、そこまで栄養は取れてないから、この大きさってことで、だと思いますね。では、早速移したいと思います。今移し終わりましたね。で、とりあえず、少し今まで食べてたものですね、少し入れてあげれば、これでバクテリアは移るはずなので、あともこれで本当様子見ですね。これでうまくいってくれればいいですけど、いかないときはですね、ちょっと、まずいですね。ちょっともう、はっきり言って打つ手がないので、もうこれ以上は。もう FE 禁止がダメだとなると、自分が一つ、2ヶ月経過、購入して1本だけ使わなかったやつがあるんですね。FE 禁止が。それが今2ヶ月なので、2ヶ月経ってるので、それを使おうと思えば使えるんですけど、もし Z マットがダメとなると、普通の FE 禁止で拒食というか拒絶しちゃってるので、本当に冗談抜きで打つ手がないです。これがですね、うまくいくことを祈ります。それでは終わります。